どうもゴルフプレイング4です。どうもです。ジョーです。はい。今回は、新しいクラブですね。前回プロギアノの2020年モデル出るんじゃないかっていうやつで、エクストリーム。うん。もう発布されてるんだけど、うん、で今回はトモは打ってないですね。ヘッドスピードがまあ43ぐらいと46と、まあ、50以上っていうようなヘッドスピード別で打ってるので、うん、はい、見てもらいましょうか。はい。はい、では、どうぞ。ましたけど、一応ヘッドスピード43と46の動画ですね。まずもう見た目から言うとすごいでかいね、やっぱり、うん、あのなんかあの完成モメントをさらに大きく、うん、あの前作のエッグ、55みたいな、うん、エッグインパクトみたいなやつが5500ぐらいっていうのを歌ってあれ多分5500って書いてたんだけど、それよりもさらに大きくなったっていうような感じだね。限度あるんでしょ。あるよ。だからルールのギリギリ、また完成モメントもギリギリなギリギリかもしれない、ね、今回のやつはね、多分46ぐらいあるかも、実測っていうか、うん、結構長かった。もうめっちゃカーボン、うん、全体的に、うん、骨格というかね、うん、骨組みを変えてカーボンをこう、うんうん、腹つけてあるのか。そうそうそう、なんかコブラみたいな、あそんな感じだよね。僕は違うなと思ったのが、ネック部分がグースみたいな、グースみたいになってる、ね、あれだから前作もだったからね。あまあ多少気にはなるけど、出したのが 10.5 の M40SR 相当と、9.5 の M43S ぐらい相当っていう風に、まあ230ぐらい飛ぶのかなといった印象だね。スピン量はね、10.5 のこれぐらいが一番いいんじゃないかなっていう、球の高さとスピン量も上がりやすい、スピンも少し入る方だから、あとはちょっと捕まるかな。ヘッドスピード43ぐらいまでの人は、まあ、M40 でもいいのかなっていう感じ、うん。思ってるよりしっかりしてるもんね。うん。40はまだ、ちょっと、うん、柔らかさとかはあるんだけど、43は結構まあシャフト的には純正っていう、まあほらテイラーとかキャロウェイとかよりかはちょっと重いし、クラブ重量306とか300超えてるから、純正としてはちょっとシャフトはまあまあしっかりか。ヘッドスピード46ぐらいで、まあ255ぐらいかな、うん、多分、まあ、うまく打って260いかないぐらいかな。で、まあ、スピン量が若干ここから多いのかなと思う。ヘッドスピードやっぱ40若干多い、やっぱ3000近くいってしまう。基本曲がんないんで、うん、でもドロー系なんで、うん、そこはやっぱいいんじゃないかな。
友が打った感じでも球は高かったもんね。高い。でもシャフトは意外としっかりめ。しっかりめ。うん。あの先がビュンビュン走る系ではないと思うからね。ヘッド的にもこうあの捕まりはするんだけど、やっぱり慣性モーメントとかヘッド大型のヘッドだから。そんなにギュンギュン行くようなのではないから、うまくこう乗せて250とか打つならちょうどいいのかもしれない、うん、ヘッドスピード50以上で打った場合、うん、っていうのをまあ見てもらいましょう。あ、そうですか。はい、どうぞ。見てもらいましたけど、もうちょっとふざけてますね。もうスペック的に合ってないのを承知の上で、うん、50以上で、まあ、作った方もこんな人が打つと思ってないだろうね。もうね、めちゃくちゃバックスピン増えた。もう4000近くいく。3600、500以上でも頑張ってスピン減らして一応300は打ちましたっていうような309ヤード、うん、でも意外とやっぱりこんだけ振っててもサイドスピン少ないから曲がんないのかなっていうような印象。でも球すごい高いだろうね。すごい多分上行ってこう老けてたもんね、かなり。これがちょっとあんまりだということで、うん、エラーなんじゃないかという M6 の D タイプもこう続けて打ってみたのね、うん、友の持ってるね、うん、やつだけど、まあスピンはね若干1球目2球目3000回転ぐらいであのまあ入ってしまったんだけど、打点の位置とか少しこう打ち方を変えたらロースピン、やっぱり2300回転400回転で打ったらあの290とか余裕でいく、うん、あの初速とか落としてても、うん、全然やっぱ違うなっていう。 あとやっぱりこのエクストリームシャローすぎて、なんだろうね、打点の位置をどう変えるとかじゃないんだよ。もうオートマチックに芯に向かって打ち抜く。初速に関してはまあまあ普通ぐらいには出てたんだよ、エイプリクストリームは。だからやっぱりヘッドスピード45以下の方にはあの、ね、かなり曲がらないんじゃないかなと思って。はい、ということで、まあ、今回エイプリクストリームでしたけど、プロギアはね2020年のモデルがあればまた試打をしたいですけど、うん、まあね、こんな状況なので、うん、まあ、なかなか広いところで撮影というわけにはいかないけどね。それもあるしね、クラブがいつ、うん、まあ、最新のクラブが発表されてもそうね、打つ機会であったりとか、ね、うん、やっぱプロモーションがうまくいかないだろうから。そうだよね、せっかくね作ったからね、うん、いろんなクラブメーカー大変だと思うけどね、はい、ということでありがとうございました。